んばんは、小村です。ちょっと今日は霧な感じで、今地下鉄7番線メツウィレツポイント駅を降りて、ちょっと夜の写真をね、趣味の写真を撮りに来たんですけど、なんかすごいピカピカしたのが今こっちにあって、何これって感じで、動画撮る予定じゃなかったんですけど、ちょっと覗きに行こうかなと思います。今もこれシティフィールドメッツの本拠地の目の前です。なんかすごいこうクレヨンしんちゃんの映画とか出てきそうな、なんかわかります？連れとかカップルとかがどんどん入っていきますね。知らんかった、こんなんやってんの。音楽がさ、何、ハローパンダフェスティバル。ハローパンダってなんかお菓子があるけど、あれのことか分からんけど、なんかパンダ、なんかもっとこうなんかファンシーな感じの可愛い音楽がさ流れてるなら分かるけど、何あのなんかなんかファンタジー映画のオープニングみたいな、ちょっと怖い。夕方6時ぐらいです。今、コロナパークをなんか写真撮りながら今こう三脚持って歩いてるんですけど、そうコロナパークって私呼んでるけど、最近この辺に住んでる学校の友達と喋ってたら、その子はフラッシングメイドって言ってた。フラッシングメイドコロナパークが正式名称なんですけど、ジモティはフラッシングメイドって言ってた。なんかそういうのあるよね。さあ、かっこいいのが目の前に来ました。濃い、ちょっといい感じのキリンにね、照明の光がこう反射して白い光の中、ぬっとこのユニスフィアが浮かび上がる感じで、ちょっとフィルムの写真撮るのは苦労しましたけど、かっこいい、見れてよかった。ずっとね、夜来たいと思ってたんですよ。なんかでも夜に公園来るの怖いかなとか思ったり、まあ、若干来るのめんどくさかったりでずっと来てなくて、もうまあなんか散歩してる人もいるし、ベンチでこんな寒い中イチャイチャしてるカップルとかもいるし、あ、彼らは彼らで、まあ、熱々だからあんま関係ないのね、とか警察の車もなんかね、もう行ったり来たりしてるから、むしろ私が一番ね、こんな格好で座り込んで写真撮ったりとかして一番怪しいんじゃないかと思うぐらい。まあでもやっぱちょっとなんか静かって、静かすぎるのもちょっと逆に怖いみたいなのあるじゃん。あんまおすすめはしません。まあこう常にこう棒状のものを持って足元はスニーカーでこう一応こう防御体制ではいるようにはしてますけれどもね。まあ見えてよかったです。はい、じゃあ帰ります。さよなら。